3、2、1、9。はい、今日も始まりました。あ、カメラさん、ちょっと、カメラさん、ちょっと、2カメさん、ちょっとこっち向いてもらいます。あ、すみません。え、それでは始めたいと思います。松尾修造の3カメさん、こっち撮ってもらいます。はい、いきますよ、3、2、1、9。はい、今日も始まりました、松尾修造のこれ知ってます。はい、ということでね、今日も始まりました、松尾翔造の彼氏ってます。いつも笑顔でいきたいと思いますけどね。しらじらしいということで、今日の、知ってますはですね、ホスピタルクラウンって皆さんご存知ですか。ホスピタルクラウンね、まあ、ピエロのことなんですけどね。どういうピエロかって言ったら、昔10年ぐらい経ちますかな、パッチ・アダムスっていう映画、ロビン・ウィリアムズさんが主演でやってました映画があったんですけど、まあ、病院とか、老人施設とかそういうところに、まあ、ピエロの格好をしてこう病院に、行くというね。ですから笑いでがんが治るとかですね、笑いで病気が治るとか、笑いでストレスが取れるというね、そういう、療法を利用した、方たちで、ホスピタルクラウンと言いまして、ね、全国にいろんな、病院を巡回して回っていくんですけどね。日本でも2005年、もう2005年ですか、6年前ぐらいに、発足されましてね、まあ、ちょっと通常のこうピエロされる方よりも、まあ、メイクも抑えめにしたりですね、大きな靴やフリルとかというのにちょっと、まあ、医療器具に引っかからないようにしたりとか、そういうのもあるんですけどね。このぜひホスピタルクラウン、パッチ・アダムスさんという方が、最初に始めた、ということでね、映画になっておりましたけど、ぜひこのホスピタルクラウン、今日は覚えてください。まあ、震災、の方もね、もう、1ヶ月3ヶ月経ちましたけど、ね、そちらの方にも、行かれているということでございますんで、今日の松尾修造のこれ知ってます、ホスピタルクラウンでした。カット、はい、オッケー、どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。僕一人でやってますね。